どうもこんにちは、マラソクの野村です。今回ですね、天群データを処理するということでですね、3D レーザースキャナーで撮った天群のデータをですね、実際、天群データを取り扱えるソフトにですね移行する間にですね、やる処理の手順みたいなものをちょっとやってみたいと思います。で、うちではトップコンの機械使ってるんで、トップコンのスキャンマスターっていうのでやりますね。で、まず通常の観測データみたいにデータを取り込みます。で、その基準点の設定、機械据え付けて今回バックを見て測ってるんで、機械点とバック点の座標っていうのはこの座標を使ってくれよっていう設定をしますね。で、それを使って取り込んだデータの座標系っていうのを合わせると、それをした後に今度色情報をカメラで撮ったものと実際位置情報を撮ったものを、整合させるっていう作業をやりますね。で、これをやることによってその一点一点に、XYZ に反射強度と色情報っていうのがついたテキストデータっていうのが作成されると。で、このテキストデータに出力できれば、今度そのテキストデータを読み込める、天群処理ソフトっていうのに移動できるというかね、データを移すことができて、今度そのデータで、平面図を作ったり断面図を作ったりとか、そこから寸法を追ったりとか、いろんなことができるようになると。それをやる前の、処理の仕方っていうのですね、ちょっと見ていただきたいなと思います。で、実際この処理をするのもですね、多分動画で見ると簡単そうに見えると思うんですけど、難しくはないですけどね、手順を覚えてしまえば。ただデータがすごく重いので、それなりの処理する能力を持ったパソコンが必要だったりだとか、あとちょっと途中短縮してるんですけどね、これ一つ一つの作業をやるのにやっぱちょっと時間がかかるというようなちょっとところもあるんで、とりあえず手順だけ、見ていただいてですね、実際は結構手もかかるしお金もかかるんだよというのです、踏まえた上で見ていただければと思います。はい、まず SD カードからですね、データを抜きます。実際ステーションナンバーが入ったフォルダーと、あと PRJ って書いてあるファイルですね。これをまず今ディスクトップに一度移します。フォルダ2つとPRJ っていうファイルですね。これをまずディスクトップに今持ってきました。はい、そしたらですね、これを同じフォルダに入れます。フォルダに名前を入れてですね、今ディスクトップに持ってきたものを、フォルダの中にまとめると。はい、これで一応測定したデータは準備完了という形になります。そしたらですね、今度スキャンマスター、その天群を処理するソフトを起動します。で、まず、ファイルを作りますね。測定しているところに、測定したデータが入っているところに同じようにファイルを作ります。はい、で、ファイルを作ったらですね、今度は先ほどの、データ、同じフォルダの中に入れた PRJ のファイルですか、それを読み込みます。そうすると、こんな感じのデータが出てきてですね、全部チェック入ってるのを確認して、入力。はい、そうするとですね、その中のデータというのが、このツリーに表示されるような形になります。で、次にですね、基準点、
今回あの2位で2点作ったんですけど、その基準点のデータを読み込みます。で、これはあの CSV 形式のものにしてみる、その CSV の関連付けをしますね。で、これはあの数学座標で考えてるんで、X を入れ替えてですね、関連付けさせます。で、この中に、基準点の座標データを今登録しましたと。はい。次ですね、実際測ったデータ、スキャナーのデータ、スキャンしたデータですね。これステーションの、機械点の関連付けですね。今入力した CSV のデータ、その基準点の座標はこれだよっていうのをここで入力します。各ステーションごとに機械点とバック点と高さ、まあ、高さは入ってるデータがそのままで大丈夫なんで、機械点とバック点は、座標値が変わってくるんですね。ここで入力しますね。はい、これはステーションごとに全ての点を入力します。でこれで今登録、CSV で読み込んだものと関連付けをさせているという状態です。次に今度、この関連付けさせたデータで、計算し直すような処理をしますね。このステーション両方ともこの登録した座標で計算しますよということでこういう処理しますね。はい、これで今、取ってきた点群データは、機械点とバック点は登録した座標で計算するよという、そういう整合が取れたデータになりました。で、次はカラーマッピングですね。今取ってきた点群データに今度は写真のデータを、貼り付けて色をつけるという作業をします。スキャンしたデータ、スキャン1、スキャン2ってあるんですけど、そのデータ一つずつにカラーマッピングっていうのを選びますね。最初 GT1 の機械点のステーションの1番の方ですね、のスキャン1をカラーマッピングします。スキャン2も同様に選んでカラーマッピングします。で右側のその緑のゲージが満タンになったら終わるんですけど、結構時間かかるんで今はそこの部分はちょっとカットしてますね。これを各スキャンごとにやります。今度は、データ自体に写真を貼ったものを、表示させてみます。これが点群に色がついている状態ですね、今。はい、じゃあこの点群をですね、今度ひとまとめにしてですね、一つの点群だよという、ように認識させるという処理を行います。まずですね、今点群、すべての点群をですね選ぶというような形を取ります。今この赤くなった状態で、今座標と色情報がついた点を全て選んだという状態になりました。これが今一つの点群として認識されたよという形です。で、今度はこれをテキストデータとして出力します。
点一点の情報ですね、XYZ と、反射強度と、RGB 色情報っていうのを、つけたような形でですね、テキストファイルとして、書き込むことで、そのテキストファイルが他の、処理ソフトで読み込むことができるということですね。で、今度福井コンピューターの、トレンドポイントで今作った、テキストデータっていうのを読み込んでみます。今このテキストデータの内容はこれでいいですねっていうのを聞いてますね。で、今読み込んでます。スキャンマスターでは結構、操作自体はやっぱりやりづらいんですけども、この点群を処理するソフトですか、今これはあの福井コンピューターのソフトなんですけども、こっちのソフトに持ってくると、まあ、それ専用なんでやっぱりすごくサクサク動いてですね、実際機械据えたところで、四角になってる部分ですね、足元、どうしてもスキャナーだと足元は取れないんですよね、そこだけちょっと穴が開いてしまうような形なんですけども、それはちょっとこのソフトの中で保管したりはできるというような機能もついてますね。で、今この色がちょっと変わってるところですが、カラコンの向こう側っていうのはやっぱり四角になってるんでちょっと抜けてるというのと、色がちょっとずれてついちゃってますね。あとちょっと線が入って濃くなってるところと薄くなってるところっていうのは、密度を濃く取ったところと薄く取ったところで差が出てるというような形です。やっぱりそうですね、密度が濃いところは、点の数が多いんでしっかり映ってるというような形になりますね。階段の上の抜けてるところも機械を据えたところの四角になってる部分になっています。で、結構このソフトもですね、感覚的に動かせるんで、最初のうちはちょっと操作に手こずるとは思うんですけども、慣れてくるとやりやすいかなと思います。今ちょっと点の大きさをちょっと変えてですね、一つの点の大きさを大きく表示させるようにしました、そうするとその1点あたりの色がちょっと鮮やかに見えると、点の密度が薄いところもですね、点自体の大きさを大きく表現しているんで、結構写真みたいなようなデータになりますね、手すりの影になっているところはやっぱ色が抜けちゃってるんでちょっと変な風にも見えるんですけど、で、実際このソフトの中で、座標を拾うこともできますね。で、座標を拾えるってことはその座標同士を結ぶと、距離も拾えると、この中で寸法を拾ったりだとかですね、その寸法を 拾った寸法を、登録しておくこともできると。こういう階段の、一段一段、ちょっと取るところによっては差が出るんですけど、寸法も拾えますね。密度の濃いところでは、石の凹凸とかも分かるようになって、これを他のソフトを使えばモデル化することも可能ですね。はい、こんなデータが取れます。